こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Google レンズの検索以外のもっとすごい機能についてご紹介いたします。以前 Google レンズアプリについて、スマホのカメラをかざすだけで名前のわからないものなど、その名前を調べたり、どんなものか検索することができるとても便利なアプリですよというご紹介をいたしました。しかしこの Google レンズ、こういった調べ物をするだけではなくて、スマホのカメラで撮影したその撮影の対象物をテキスト化して読み取ったりすることもできますし、その読み取ったテキストを翻訳する機能も備わっているんです。そこで今回はこの Google レンズの便利な機能についてご紹介をしてまいります。ではまず Google レンズを起動していくんですが、 Android 端末の場合はこの Google レンズアプリを導入することができます。 Google レンズアプリを起動するか、 Google アプリを起動してください。 iPhone の場合、 Google レンズアプリは対応しておりませんので、 Google アプリを起動してください。なお Google アプリからの場合、このような検索画面が開きましたら、検索窓の右端にあるこちらのカメラのマークから Google レンズを起動してください。それでは Google レンズを起動していきます。 Google レンズ起動いたしますと、画面の上部の真ん中にカメラで検索しましょうといったカメラマークが表示されておりますので、こちらをタップしてカメラを起動していきます。そうするとこのような感じで Google レンズが起動いたします。で、以前ご紹介したのは、実はこの Google レンズの画面の下にいくつかこうメニューが実は表示されておりまして、この検索というのについて前回ご紹介をしたんですけれども、今回ご紹介するのはこの文字と翻訳になります。ではまずこちらの文字をタップして文字の読み取りを行ってまいりましょう。この文字の読み取りでとても便利だなと感じたのが、このような名刺の読み取りになります。ビジネスをされている方はよく名刺交換されると思うんですけれども、いただいた名刺整理するのも結構大変ですよね。そしてその名刺からデータに起こしておくというのも結構一苦労だと思うんですけれども、この名刺の内容をGoogle レンズで読み取ってテキスト化してしまいましょう。それでは実際にやってみます。今回はテスト動画なので、ちょっと名刺を縦型に置いておりますけれども、普通に横に置いていただいて横で撮影をしていただいても全然大丈夫です。ではこのように名刺にスマホのカメラをかざしていただいて、表示の中に名刺の内容がきちんと入っているなぁと確認できましたら、画面下のこちらのシャッターボタンをタップしてください。ではタップしてみます。はい、そうすると、このように画像の中にテキストが見つかりましたという表示が出てまいりました。これで、すべて選択、こちらをタップすると、今表示されている文字データすべて選択ができます。もし、例えば、この下の住所とか電話番号は必要ないな、上の肩書きとか会社名とかそういうところだけ必要だなという場合は、必要な部分を指でこのようにタップしてスライドさせて選択をしてください。そうするとこのように必要部分だけ選択することができるようになります。そして全て選択をタップするか、このように選択範囲をスライドして選択すると、画面下切り替わりまして、ここにコピーと出ております。このコピーをタップしてみてください。そうするとクリップボードにコピーしましたという表示が出てまいりました。ではこれで、例えば例としてこの Google Keep ですね、 Google のメモ帳になりますけれども、 Google Keep を開いて、先ほどの読み取った名刺の内容、こちらメモのところですね、長押しをして貼り付けを行ってみましょう。そうすると先ほど選択をしたこの名刺の動画ファンとかビデオコントリビューターとか私の名前とか選択をしましたけれども、その選択した範囲がテキストデータとしてメモ帳に貼り付けることができました。このようにあっという間にテキスト化できますので、テキスト化した文字を例えば名刺管理アプリなどに保存することもできるかと思います。では続いて翻訳になります。翻訳をタップして開いてみましょう。
ではこちらの英語のリーフレット、こちらを読み取って、そして日本語に翻訳をしていきたいと思います。こちらも同じく対象物に対してスマホのカメラをかざしてください。そして今こちらなんですが、自動検出英語から英語となっております。英語を日本語に翻訳したいので、ここの部分タップしてください。そうするとここで言語の選択ができますので、日本語を選択すると英語から日本語というふうに翻訳することができるようになります。あとは先ほどと同じように対象物にカメラを向けて、そして翻訳したい範囲がちゃんと画面の中に収まっているか確認をして、シャッターボタンを押すだけになります。で、実はこのように見ていただくと、すでにもう翻訳がされているので、写真で読み取りをしなくても内容を確認するだけだったらこれでも十分かなと思います。今回はシャッターを押して全部読み取りを行っていきます。はい、そうするとこちらも同じく翻訳されたテキストという画面が下に表示されて、すべて選択をタップすると読み取った内容すべて選択いたします。またこちら先ほどのテキストの読み込みの時もあったんですが、聞くというボタンがあります。こちらちょっとタップしてみましょう。そうするとハリーポッターショッププラットフォーム92で写真、はい、聞こえましたでしょうか。翻訳した内容を音声で読み上げてくれる機能もついております。例えば日本語から英語に翻訳した内容を音声で誰かに聞かせたいなんていう時もこちら便利だと思います。では全て選択をタップしてみましょう。そうするとこのようにテキストをコピーというボタンが表示されますので、テキストをコピーをタップします。そうするとクリップボードにコピーしましたと出てまいりますので、ここでも先ほどと同じように Google Keep のメモ帳を開いて、そして貼り付けを行ってみます。そうすると先ほどのこちらのリーフレットの内容ですね、すべて日本語に翻訳された内容をこちらに貼り付けることができました。このように見るとゆっくり内容をチェックすることができますので、急いでいないときはこのようにメモ帳で改めてチェックしていただくとよろしいかと思います。なおこちらの文字の読み込みや翻訳機能、このような手書きの文字でも読み込み、それから翻訳ができるようになっております。このように手書きの文字も読み込みができて、そして英語の翻訳もできております。このように Google レンズには調べ物をするだけではなく、いつも持ち歩いているスマホのカメラを使って紙ベースの資料をテキスト化したり、またわからない外国語についてさっと翻訳をすることができるようになっております。ぜひ Google レンズ活用してみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画にご質問のある方はお気軽にコメント欄へご質問くださいね。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。また music.jp にてオンラインサロンも開催中。オンラインサロンでは YouTube ではお話ししていないようなこともお話ししていますので、ぜひ参加お待ちしております。